この問題は、思想電力、有効電力、無効電力のですね、ベクトルの関係が分かっておれば解ける問題です。 これ誘導負荷のねあの、ベクトルの関係が分、えー、かっておれば、そう難しいものじゃないですね。えー、図1はですね、えー、誘導負荷の電圧 V、それから有効電力の PL、無効電力の QL、および非相電力の SL のね、えー、ベクトル図です。えー、この誘導負荷にですね、有効電力だけ加える。 抵抗負荷を並列に接続しますので図1のベクトル図の P の L のですね先に P のですね 1200kW を足しますしたがって歯層電力 S はですねちょっと多くなりますねで S が 2680kWA ですのでこれをですね3層の公式 S イコールルート3倍の VI よりですね 愛があ算出できます。